前原さんの話題。朝日新聞デジタル2020年8月16日前原元外相、共産と協力の政党には新党に不参加表明。やっぱりね、後ろから前原さん、後ろから前原っていうのは北朝鮮でハニトラかけられたんか、後ろから前原写真を撮られてしもてるからそう名付けてるんですけど、ご存知のない方は画像検索で前原北朝鮮って入れると文春の記事に掲載されてた写真が出てきます。記事のタイトルは前原誠司北朝鮮美女のハニートラップ疑惑、意思疎通はお得意の朝鮮語でしょ、知らんけど。記事によりますと、国民民主党の前原誠司元外相が国民と立憲民主党との合流新党に参加しない考えを表明した。だってさ、民進党時代に東京都知事なのになぜかしゃしゃり出て新党、希望がなかった希望の党を作って、前原誠司と一緒に角丸枝野とか辻元清美らを排除します言って離間工作した人やもんな。前原に裏切られたから角丸枝野さんが大慌てで立憲民主党を作った。そんなんと合流されたらかないよな。記事戻って、玉木雄一郎代表は合流新党に参加する議員と国民に残る議員で作る党に分党する方針を示しており、残留側を選ぶ方針。立憲民主党が積極的に進めてきた共産党との選挙協力に自身が否定的なことを判断の理由に挙げた。一見まともに見えるけど、後ろから前原さんはあかんと思う。前原は15日、地元京都市内で講演会会合を開き、合流をめぐる対応方針を表明。同日夜、自らのツイッターに動画などを投稿した。前原は合流新党に行かないつもりだ。国民民主党に残る選択を取らせていただきたい、と表明。立憲民主党が中心となる合流新党について、共産党と協力する政党に行きたくない。憲法観、自衛隊、天皇制、日米安保、あるいは消費税といった内政のみならず、外交、安全保障の考え方が全く違う政党と協力する野党共闘に組みすることはできない、と述べた。これは、やっぱりね、前原は分かってないね、天皇制。政治家で天皇制とか抜かすやつは赤丸クソ系やと思って軽視した方がいいと思うよ。天皇制っていう言葉は、赤い勢力が言うてるだけで、天皇制ではなく皇室制度が正しいんですね。前原誠司ら民主党議員たちは若い頃、今でもかどうか知らんけど、頑張ろう日本国民協議会ってところに出入りしてて、頑張ろう日本国民協議会っていうのはマルクス主義青年同盟の後進、マルクソ。前原誠司ら民主党議員たちは若い頃、今でもかどうか知らんけど、頑張ろう日本国民協議会ってところに出入りしてて、頑張ろう日本国民協議会っていうのはマルクス主義青年同盟の後進、マルクソ。立憲民主党の枝野幸男のことを角丸枝野角丸派ってご紹介したりしますが、角丸の丸はマルクソ、マルクスの丸。角丸派は左翼の過激派なんですね。正式名称を言いましょう。日本革命的共産主義者同盟、革命的マルクス主義派。ついでに言うとくと、夕刊フジザクザク、2014年10月30日、安倍首相、衆院予算委で、枝野とバトル、角丸発言まで飛び出し、
言って枝野が角丸派から献金受けてたで言って安倍首相が突っ込んだ。コメントを読んどきましょう。殺人や強盗や窃盗や盗聴を行った角丸派活動家が影響力を行使しうる指導的立場に浸透しているとみられる団体から枝野は約800万円の献金を受けていた。過激派の角丸から献金を受けていたことで立憲民主党の代表の枝野は角丸枝野って呼ばれるようになって、ちなみに角丸枝野も前原と一緒に頑張ろう日本に出入りしていましたからね。で、前原と枝野を比べたら共産党と組まない前原の方がマシなんかなって思うやろけど、前原って外国人から献金をもらってたやつやからな、外国人のために働く政治家ちゃうの。日本経済新聞2011年8月27日前原の外国人献金新たに34万円、やましくない。いや、やましくないって、そんな開き直られても違法やんけ。と記事一部だけ。前原の献金問題は京都市で飲食店を経営する在日韓国人女性から5年間で計25万円の政治献金を受領していた事実が3月に表明か。外国人や外国法人から献金を受け取ることは政治資金規正法で禁じられており、外相を辞任した。前原は27日、2011年の8月27日、都内のホテルで記者会見し、2005年から10年まで6年間の献金について調査結果を発表。3月の判明文のほか、在日外国人3人と在日外国人が代表取締役を務める法人1社から計34万円を受け取っていたことが新たに分かった。すでに全額返金しているという。見つかったら返金してごまかす知らなかったって説明しているやつとかあったんやけど、焼肉屋のおばちゃんからは献金してもらってましたって言ってはったよね。前原誠二も枝野幸男も元民進党、その前は民主党、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったやん民主党政権。民主党には社会党の連中が紛れ込んでるからあかんって言われていますが、社会党っていうのは社会主義インターナショナル、国際組織なんですね。社会主義インターナショナルの副議長を務めてるのがみずぽん、福島みずほ。福島みずほのお諸派にあたる土井孝子は北朝鮮の英語のサイトで金ちゃんじいさん、キム・イルソンとツーショット写真を載るような女で、北朝鮮は拉致をしていないって言い張って、キム・ジョンイルが拉致を認めたことから選挙で落選民主党は一時期アメリカと同じ国際組織に入っておりました。今はアメリカは進歩同盟という社会主義インターナショナルに代わる国際組織に加盟しておりますが、社会主義インターナショナルってコミンテルンって言われてる国際共産党ともともとは同じ組織でした。分裂して別々になって、コミンテルン、国際共産党と社会主義インターナショナル、それぞれができたんです。やばいね、我々日本人にとって、いや世界人類にとって民主党系共産党系は敵あかんねんって。ということで、前原が新党に参加しないって決めても論外な人なんですよ。